ご主人様。今すぐに逃げなさい。この城はもうダメ。全部あいつのものなんだから。寝起きでわけがわからないでしょうけど、いいから逃げるのよ。逃げないと。あ、でもどこに連れて行けばいいのかしら。セイバーの領土までは遠いし、空白地帯とか。落ち着きなさい。私、コリスが安全かつ後腐れなくあいつから離れるためには。やれ、嬉しいことめでたいこと。キツネ耳がピコピコとしびれるこの感じ、我が愛しの主がお目覚めになられたと見ました。うん、予定より早いですけど。え、大丈夫、何の問題もありま。おはようございます、ご主人様。天守よりの見晴らし、お楽しみいただけました。あ、疲れた、遅かった。さて、そこな駒使い、何をほうけておる。我が主を玉座に案内せぬか。はいはい、わかったわよ。連れて行けばいいんでしょ。連れて行けば、メイドらしく言うこと聞いてあげるわよ。それと運がなかったわね、コリス。あなたを逃がしてあげる最初で最後の機会、これであっさり消し飛んだわ。よくぞ来た人間。強胆もろか、知らずにも程があろう。貴様なぞこの玉座に落ちた糸くずのようなもの。わらわの機嫌一つで風神と舞う命じゃ。ま、これでは食前の酒にもならぬ。ムーセルを制したというからもう少し大きなものを期待していたのだがな。食べるのはこれからじゃ。その寝ぼけ眼も愛らしい。さて、
取って食おうか焼いて食おうか。わらわの辛抱もいい加減焦げがつくっていうか。待たされた分驚かそうと一芝居を打ったのですが、なんか効果が薄いんで取りやめます。マスター、ようやくお目覚めいただけましたね。私この日この時を一日先週の思いでお待ちしておりました。どうかご機嫌麗しく。近くば寄って目にも見よ、遠からものは音にも聞け。さあずずいっとご覧くださいませ。ここが私の千年橋。いいえ、私たちの千年橋です。夢見はいかがでしたか、ご主人様。もしや怖い夢や嫌な夢を見てしまったり。でもでも、ご安心くださいませ。ひとたびお目覚めいただいたからには不安な思いなど抱かせはしません。それがこの千年橋の役目でございます。何があろうと変わらない不変不動なエターナル知性をご提供します。その証拠に、私が何者なのか敬いながら口にしていただけます。ふん、何者わかるじゃない。褒めたたえる言葉なんかないわよ。はい、困ったな。ビリビリ、よーく聞こえなかったんですけど。わかったわよ。年行の支配者にして並ぶ者なき女帝、全サーヴァントの頂点に立つレガリ、正真正銘のセラフの女王、サーヴァントキャスター、神明賜物前。はい、これで満足。よくできました。けれど付け加えるならもう一つ。ご主人様、お分かりですよね。私こんな風に言われてはいますけど、今も昔もあなた様のサーヴァント、あなたの可愛い良妻、あなただけのキャスター、それだけは絶対不変のジャスティスなのです。ですからこの千年橋の王は、まあ、私はただの王妃にすぎません。ガーン、早くも成田離婚の危機。なんて寝ぼけてるだけですね。ならば説明せねばなるまい。いやする。かつての月の聖杯戦争の折、ムーンセル中枢へ至らんと私たちをやらいろいろとかんて、真の主従体制を誓い合ったグレイテストなパートナー。ここは本当マジですから、セラフ一級管理官試験とかにも出るようにしますから、きっかり覚えておくように。え、そうでしょ、覚えありますよね、ご主人。おっしゃー、因果律がこっちに向いてきたー。タマモちゃん大勝利。
まだ寝ぼけていらっしゃるようですが、長らくお休みだったのだから知って、そのあたりはおいおい解決なさるかと。5分。ことはごく単純です。私たちは聖杯戦争を勝ち抜き、そしてムーンセル中枢の部屋へ至り、ご主人様は見事セラフの王に選ばれたのです。私はその唯一のサーヴァントとして、王妃として立つことに相なりました。そして、実に見事な手際であったと言えましょう。セラフの大半をこの千年教という帝国はなった。規模からすれば大帝国と呼ぶべきでしょうか。セルの王権レガリアの所有者たるあなた方はセラフ全てを支配するにふさわしい。だからこそ私はあなた方に従うと決めたのです。王と王妃よ。英霊アルキメデス、貴様の忠義わらわはことのほか満足じゃ。眠りへ落ちた王を連れて城へと至った忠義、実にあっぱれ。その後の働きも目覚ましい。だがわらわの許しなく口を挟むとは何事か。我が主が目覚めた祝いの日でなければその舌ちぎった後に豚にでも食らわせているぞ。失礼ですがお許しいただきたい王妃。私はシステム管理者としてセラフ全土の危機を見逃すわけにはいきません。セラフの異常は続い、王と私を襲撃した何者かの存在だけではないのです。各エリアで些細な異常が絶えず生まれています。これらの異常の調査および対処、セラフの王および王妃たるあなた方にはぜひ。まったく無粋なことを申すなと言うに、だがまあ仕方なし、それが貴様の役目ゆえな。いいですかアルキさん、我が帝国の方針は、まずは小生意気にも我が軍門にくだらぬサーヴァントどもを完膚なきまでに蹂躙するのです。まったく皇帝とは何たる戦勝、我が千年教に歯向かう小兵に過ぎませぬ。まずは蹂躙、しかるのちに制圧。セラフの異常などしばらく放置して OK です。ご主人様、ご主人様にはご理解いただけますよね。まずは敵をしらみつぶしにしてしまって、皇庫の憂いがなくなるまで蹂躙し尽くして、それが肝要、それこそ重要。私とご主人様の安寧こそが何より大切なんですから。ご理解いただけると思ってました。ご主人様、もしもお前は間違ってるだなんて言われたら、私自分を許せぬ悲しみのあまり
アルキメデスを。それはもうひどい拷問にかけてからご主人様ごと自らを牢獄に閉じ込めて涙枯れるまでよよよと泣き伏せるところでした。はあ、私への処罰は余計ですよね。うん、余分よね。こんな不愛想な男を拷問にかけても楽しくないし。分かりにくいと察しましたので説明しましょう。つまりキャスター王妃はあなたが賛成しようが反対しようが自分の方針は変えないと言っているのですよ。いやん、アルキさんたらあけすけ。そういうのは歯に絹かけてこう混ぜご飯を油揚げで包むように言わないと殺しちゃうぞ。はい、そこまで。のろけならあの悪趣味な部屋でやりなさいよ。アルキメデスの話まだ終わってないんですけど、お妃様。エリザベートの言う通りです。我が命を賭して申し上げる王妃。これまでは王は眠っていましたが今は違うのです。であればこそ私は語らねばならない。ムーンセル中枢にて王を狙った敵は存在する。セラフ各地の些細な異常と重ねて考えれば現在のセラフは危機的状況にある。そう結論付けるのが正当であり、王と王妃にはこの状況の打破をこそ講じていただきたく。アルキメデス貴様、むむむ、ご主人様がそうおっしゃるのなら私も矛を収めましょう。ようございます。仮にセラフそのものに未曾有の危機が迫っているといたしましょう。でもそれが何だというのでしょう。そんなもののために限られた時間を無駄に費やせと。私はただご主人様と仲睦まじく暮らしたいのです。それだけで良いのです。他に、おへそでティー沸きまくりね。そんなはずないじゃない。強欲、独占、快楽優先があんたでしょ。一つ幸せが手に入れば次の幸せも欲しくなる。それが女ってもんじゃないの。っていうかあんたの本性は元。はい、そこ天罰的面。腰を折られてしまいましたね、ご主人様。そう、安心く暮らしたい。それも怪しくも楽しい高級的な台風を。国をすべ網草の貢ぎ物を受け、酒を持って池となし、肉をかけて林となし、めくるめく刺激的な生活を。これが私の望み、私の願い、千年の都で果たされることすべて。他のことなぞそれこそ笹の船のようなもの。正直な話、セラフに住む生命体がどうなろうと私にはどうでもよいことなのです。これがこいつの本性よ。ドン引きよね、ドン引きでしょ。この際だからはっきり言ってやればいい。二十歳超えの豊島とは契約解除。ギャー。
そうですか。あなたがそう言うのなら、これは止める術がありませんね。懲りない人ですね。止まる気なんて鼻からないと何度も言っているでしょうに。ま、それもこれにて落着ですが。それではご主人様、王の務めを果たしに参りましょう。実はですね、タイムリーなことに我が居城に忍び込んだ不埒な癖者が約一匹。いい機会なので祝杯代わりに懲らしめてやるとしましょう。侵入者、もしやそれは皇帝の手の者。アサシンでしょうね。施設侵入は彼らの得意分野です。この城の防犯はザルですから。驚かないました、キャスター。あなたのマスターですが、自己紹介をしてよいでしょうか。いいえ、それには及びません。ご主人様、今天井からくの市のようにしたと現れたのはライダーのメドゥーサさん。ソロサーバントとして暴れていた方ですが、ちょちょいとお茶に誘って一昼夜お話ししたら意気投合と申しましょうか。今では持ち前の素早さを生かして諜報活動に専念してもらっているのです。 いえ暴れていたわけではないのですが、ま、争いに参加するのは不本意ですが、レガリアには逆らえませんので、今後ともよろしくお願いします。はあ、相変わらず陰気な方ですね。ま、美人であることをひけらかすよりはいいですけど。ん？メドゥーサさんがいるということは、もしかして呂布さんもこちらに？はい、ランサーと共にそろそろ到着する頃合いですね。いえマスター、この城に集いキャスターを仮初めの主君と認めたサーヴァントは4機、うち1人は私であり、そちらのランサーも含まれます。邪魔をする。マスターが目覚めたと聞いてな。遅ればせながら挨拶に参上した。もう次から次へと世話しない。侵入者を放って王の尊厳を廃止に来るとは、皆さん危機感が足りないようですね。ですがこれも良い機会、前向きシンキングいたしましょう。ご紹介しますね、ご主人様。これなるは我が配下なる一騎当選の強者たち、精鋭揃いのソロサーヴァントにございます。まあ若干一名ね、戦闘では使えない、トイレ掃除もできない、料理も下手なごくつぶしがいるんですけど。できるわよ、戦闘も掃除も料理も。っていうか私を戦場に出させないのはあんたの采配じゃない。はいはい、さっきからキャンキャンうるさいのがラン。いいえ、あざといパジャマメイデンです。次なるはバーサーカー。ええ、そうですとも、月の聖杯戦争では好き放題に暴れ回った生きる城塞、宝天瓦礫を携えし剛力無双の恐竜。楽しいんですけど、驚きますね。あのですね、呂布さん、いきなり叫ぶのはやめてくださいます。忠誠を示してくれるのは嬉しいんですけど。はいはい、ストップ、もう結構です。ああ、ご主人様も驚かれたと思いますが、これがバーサーカークラスの特徴です。理性なき強戦士ですが、その実力は折り紙付き、なおかつ神明呂布宝泉ともなれば、それはもう私のスカウトなど滋賀にもかけぬと思いましたが、これこのようにあっさり帝国の将軍を引き受けてくださったのです。はい、
勝ち時ありがとうございます。ダメ元でスカウトした甲斐がありました。リョクさんといえば、私がガードに徹しても一撃で瀕死にしてくれた玉も殺しの代名詞ですが、過去のことは水に流しましょう。リョクさんこそ真の忠義者です。玉も過去の経験からそういうの分かっちゃう。お次は先ほども紹介したくのいちライダーメドゥーサさん、自己アピールがありましたら遠慮なくどうぞ。あ、でもご主人様に色目とか使ったら殺しちゃうぞ。私からは何もですが、そうですね、セラフの混乱が続くのは問題でしょう。一刻も早く誰かに収めていただくのが効率的です。その点、あなたのような人物がキャスターの主人であるというのは喜ばしい。予想以上に。いえ、何かあればいつでも私を頼ってください。私のクラスはライダー、そして神名はメドゥーサ。あなたの王妃と同じ悪をなす繁栄雄であるものです。悪の下りは余計です。まあ事実ですから否定はしませんけど。カッフン、そんなことよりオーラスです。ご主人様、どうぞご覧くださいませ。我が配下4機最後の1機。クラスはランサー。懐かしきインドの城庫にてその人ありと歌われし太陽の英雄、その名も高きカルナさんです。カルナさんなのです。もう一度言いますよ、カルナさんなのです。これほどの大英雄が加わった帝国がかつてあっただろうか。いや、ない。まさに我が軍の大黒柱カルナさんはですね、ムーンセルによって召喚された後、私の熱い説得を受けて心よく加わってくださったのです。同じ太陽属性、忠義属性のヨシミと言いますか、私のあふれる魅力がそうさせると言いますか。はい、あ、ご心配なく、私はご主人様一筋ですから。 AI 仕掛けとは訳が違いますよ。これぞ我が四機、我が軍団の力。彼らの力も当然ながら用いまして、それでは改めて、我らがアイノス、もとい王城に紛れ込んだクセモノ一匹プチッと潰して始末して、お散歩がてらお掃除がてら痕跡さえきれいに拭い去ってしまいましょう。